はい、ユーデックスです。さあ、今ね、またね、夜、夜間、今ね、10時半くらいね、撮影をしています。はい、もうね、今雨がみしてしまいましたが、もうね、夜ご飯も食べて、今ね、お風呂にも入って、で、今ね、明日の仕事のね、現場の準備をして、でね、今ちょっと、まあ、寝る前にちょっと一本撮影をしようと思って今撮影をしています。でね、今回ね、ちょっとね、撮影したのが、以前ね、ちょっとね、この調子、アロエのね、こんな調子が悪くなってるっていうね、今ね、サムネが載ってると思いますが、こちらのね、動画から、結構ね、月日といいますか、日数が経って、ちょっとね、ある変化が、起きてきたので、ちょっと今動画を回させていただきます。まあ、もともとね、カスティロルナイというね、このアロエなんですけど、まあね、このアロエが、ちょっとね、ずっとね、葉っぱがこう丸まってる状態だったんですよね。まあ、その時はまだね、土の栽培をしていて、鉢でね、こう育ててたんですけど、まあ、ちょっとね、葉っぱのね、ちょっとまあ、葉焼けといいますか、ちょっと白い部分が出てきてしまったりとか、で、ちょっとずつなんかね、広がってきてしまったので、ちょっと様子が見たいということで、まあね、以前のその動画で水耕栽培をしました。まずね、このね、水とのね、この貯蓄とのこのいろんなバランスを見たかったので、このね、いつもね、皆さんも使ってるかもしれません。このね、塩が入っているこのね、容器に、お水を入れて、ここに根っこを入れてました。で、この透明の塩を使っているのは、透明の器なのでね、根っこの発根とか、まあ、そういったところがね、すぐ見てわかるよっていうことで、この透明の器を使ってるんですけど、まあね、ここからね、日数が経って、もうね、新しい根っこがね、出ています。で、大きく変わったところというのは、このね、まだね、葉っぱの先の部分っていうのは、この葉先の部分が、ですね、まだちょっとね、ズームアップをします。今ね、手動のズームアップをさせていただきましたが、今ね、こういった感じで、はい、このね、容器にこのカスティロリナイを入れてあるんですけど、ここがね、まず葉っぱの葉先、この葉先の部分、ちょっとね、まだね、このね、丸まってるのはね、相変わらず変わらない部分ではあるんですけど、明らかにこのね、葉っぱの肉厚が、もうね、触った時に、もともとね、当初この動画をやった時は、ちょっともうね、ほんと葉っぱに厚みがなくて、触った時でもちょっと肉厚を感じられなかったんですけど、今はかなり肉厚を感じられるようになりました。で、また大きく変わったところは、このね、ちょっとね、見づらいかもしれないですけど、ここのあたりですね。はい。ちょっとね、この先端がね、この葉っぱのところ、ここですね、白くなってるのが見えますかね。ここがね、もともと葉焼けといいますかね、ちょっとね、太陽光を当たった時に、ちょっとね、そこのピンポイントで太陽光がね、ちょっと、まあ、水が貯蓄のバランスというのはあるとは思うんですけど、まあ、当たってしまって、ちょっと白くなってしまったところがあったんですけど、ここの部分が、もともとね、こういう現象がね、結構いろんなアロエを育てていくにあったんですけど、一回こういう白くなってしまったところって、もうね、どんどん広がっていってしまったりとかしてたんですよ。まあ、なので、そういう時とかは、もうね、葉っぱをカットするとか、もうね、ちょっとそういった対処とかいろいろなことをしてたんですけど、今回このね、ちょっと水耕栽培に変えてから、この広がりがまず抑えられました。なので、この、まあ、貯蓄とのこのいろんなバランスとかが少しね、良くなっているのかなというイメージです。で、ただ今これいろいろとね、様子を見るため、まあ養生みたいなことなので、ちょっとね、室内の窓辺に置いてたんですよ。なのでちょっと日光が足りてなくて、はい、こういった感じでね、今ね、ちょっとね、もともとカスティロリナイってね、まあこういったどんどん葉っぱがロゼット状に展開していくんですけど、ちょっと葉先の部分とかがね、ちょっと縦に伸びてるんですよね。こう、横向きにっていうよりかはちょっと縦に伸びてて、やはりちょっとね、まあ日照不足で、まあ徒長とはまだ限界いかないかもしれないんですけど、でもいずれ徒長になってしまいそうな、もうほぼ徒長が始まってる感じなんですけど、まあこういった感じでちょっとね、少しね、やっぱり日照のことも考えて、ちょっとこれからは、お外の軒下で少しね、太陽が当たるところ、でもまあ遮光がしっかりしてあるところに、ちょっとね、管理を切り替えたいなと思いました。で、まだね、もともと出ていた根っこと、今この水耕栽培で出たこの黄色いね、はい、新しい根っこがあるんですけど、まあここもね、今いろんな成長している段階で調子がいいので、もう少しこの水耕栽培を続けていって、でいずれね、ちょっといろんな状態が良くなってから、鉢で土栽培に切り替えたいと思います。で、またその時ね、
いろんなね、この水耕栽培から土栽培に切り替わるときって、いろいろなね、この湿度とか、ね、この根っこの周りの湿度の、バランスをね、切り替えていくね、ゆっくりね、移行していかなきゃいけないので、すぐね、土栽培するとね、調子が悪くなったりするので、またそこら辺のね、いろいろな研究を重ねながら、またその時にも動画を回していきたいと思っています。はい。はい、まあ、今回ね、こういった感じで、このね、カスティーノリナの様子がおかしくなってから、ちょっとね、いろいろこういった水耕栽培とか、いろんなところでね、調子を見ながら、養生しながら、自分でも観察しながらね、いろいろな変化とかがあったので、今回この動画を回させていただきました。はい。まあ、こういった感じで結構ね、僕もこのね、アロエを育て始めてから、いろいろとね、この、またね、アロエリット専門店というところで、イベント出店に向けてね、今も、アロエの育成とか、そういった栽培とかを研究しています。どうしたら徒長してしまうのかとか、どういった環境がこのアロエの品種はベストなのかとか、アロエはね、本当に、その、まあ、自生地とかね、南アフリカ、マダガスカルとかね、そういった、また他にもね、いろいろなね、国で育てられてるアロエって、やっぱりね、本当に大きく環境が違うと思ってて、まあ、なので、そのね、自生地の環境に合わせたベストなものを日本でね、育てる上で、まあ、どうしたらいいのかっていうのをね、まだね、日々いろいろと研究をしています。で、せっかくね、この僕 YouTube をやっているので、このね、まあいろいろな研究とかっていうのを、まあ日々載せていって、まあ自分のね、記録としても、この YouTube を活用したいし、また皆さんもね、またこれからいろいろとアロエがね、どんどんどんと今人気が出てきているので、このね、アロエを育てるときに何かきっかけになればいいなと思って、このね、YouTube チャンネル、ユリクスプランツスタイルはね、どん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 、ね、またアロエを特化したチャンネルにね、進めていきたいと思っています。まあ、なのでね、今回こういった感じで、このね、カスティノリナイの様子を見ていただきました。はい。まあね、今後もね、いろいろとこのアロエに特化した、そういった動画、またね、僕もね、いろいろとね、実は、本当にね、植物全般が本当に大好きで、特にね、その本当趣味嗜好といいますか、ちょっとね、偏ってるんですね。僕ね、もうね、本当今月で年齢が実はね、33歳になるんですけど、33歳にしてはちょっとね、渋い植物にハマったりとか、ちょっとね、この30代にしてはまだまだね、早すぎるなっていう植物も好きなので、ぜひね、そのいった植物も、たまにはね、ちょっとまあ、いろんな紹介をさせていただけたらなと思っております。はい。またね、今、緊急と言いますか、夜中にね、ちょっと撮影をしているので、ね、まだね、拙い、ところとか、伝わりづらい部分もあったかと思うんですけど、またね、いろいろなコメントをしていただけると嬉しいです。はい。それではね、今回このまた動画良かったなと思った方、そしてまだチャンネル登録お済みでない方、チャンネル登録の方をお願いいたします。そしてね、この動画また良かったなと思った方、グッドボタン。あとね、今のこの髪型の方が頭良かったなと思った方もね、高評価の方をしていただけると嬉しいです。はい。それではね、おやすみなさい。